任せてください、ピーチ姫。喜んでお手伝いしますよ。これでバッチリだぜ。はい、一件落着です。これ以上の事件なんて起きるわけないですからね。Oh!
落ち着いて、すぐにそっちに向かうからね。で、敵っぽいのが道を塞いでます。戦いながら向かうしかないみたいです。マリオさん、まずはブロックの後ろに移動して隠れてから攻撃しましょう。敵から丸見えだと危険ですよ。のところまであと少しですよ。早く助けに行きましょう。のは驚いたけど、でも大丈夫さ。奥の手ってやつがあるんだから。その名もスライディング。やり方は簡単。近づいて攻撃するだけだよ。まずあの気持ち悪い卵で試してみよう。ついでにあそこの目玉にぶつけてやろう。紐じゃなくて弱点かもしれないからね。配信するし。
最後の目玉はあっち側ですね。そうだ、チームジャンプなら届くかもしれません。近づいて協力すればジャンプできますよ。やった、武器が治りましたね。隠れる場所を見つけたら反撃開始です。この空間では武器を使ったらしばらくの間動けなくなるみたいです。気をつけてくださいね。お
どれどれ、うわ、なんだあれ。この距離でも僕のエネルギーメーターが壊れそうです。とにかくものすごく危険です。お、君ちっちゃいのにすごいんだね。マリオさん、早速試してみましょう。そうだ、最後に一つだけ。マリオさんとラビッツピーチにはそれぞれ違うスペシャルスキルがありますからね。忘れずに使っていきましょう。レッツゴー。おきどき。ちょっと。ワッフー。わあ。ヒヒ。
マリオとラビッツピーチの無事を確認しました。これにて今回の最重要ミッションは完了です。え、ちょっと僕のことは？一応君の生みの親なのに。ビーポ、あなたの救出は準重要タスクです。そうだ、皆さんへの紹介がまだでしたね。こっちはジーニー、この宇宙船の AI なんです。でも昨日起動させたばっかりで、本当はまだまだテストが必要なんですけど、緊急事態なのでしょうがないです。これから。バイ。分析中。分析完了。この生き物は半分がラビッツ、半分がチコでできているようです。体内には莫大なエネルギーを秘めています。予測に過ぎませんが、同じような生き物がこの世界のどこかにいるかもしれません。もっとサンプルがあれば計算も可能でしょう。クルサは邪悪なエネルギー、ダークネスを使って宇宙を征服しようとしているようです。先ほどダークネスのエネルギーの発信地、つまりクルサの居場所を突き止めました。この宇宙船で現在地からクルサの居場所に向かうには気が遠くなるほどの時間がかかるでしょう。現実的とは言えません。しかしクルサが生み出すダークネスからエネルギーだけを取り出せば、空間をワープするワープトンネルが作れるはずです。それ僕の案だろ。って、そうじゃなくて、クルサのところに行くならそれがいいと思うんです。君はどう思う？チコビッツ。チコビッツがいいと思うな。ゴロだっていいし。ここから一番近い惑星はトモシビビーチです。ダークネスの反応があるようですが、データが足りないため危険レベルは未知数です。ふふん、ジーニー不安なのかい？大丈夫、僕に任せて。今回の危険レベルはこれくらいじゃないかな。まあ途中で考えが変わるかもしれないけどね。チコビッツも仲間になったことだし、きっとこの先もたくさん力になってくれるはずさ。多数決の結果、スパークスと呼ぶことに決定したのではなかったですか？まあいいや。とにかくスパークスが仲間になってくれたことだし、クルサなんて怖くないよ。Oh!
てき、出てき。危ないな。僕たちは人助けの旅の途中なんです。地元の皆さんに迷惑かけたりしませんよ。人助け？フォッフォッフォッファイ。フォッフォッフォッ。散々じゃわい。解析完了。あれはダークネス・テンタクル。クルサが放ったダークネスの一部です。この雨の原因はあれだと見て間違いありません。あれを倒せば天気も元通りになるでしょう。また次の惑星に行くためのワーククリスタルも手に入れることができそうです。道中のダークネスだまりも除去をお勧めします。ワーククリスタルは手に入りませんが、クルサの影響が残っていては危険ですので。そうと決まったら。村からスパークスの反応を確認しました。オーギーの依頼は我々の行き先とも一致しています。村へ向かうことをお勧めします。スパークス？村の様子見だけなら引き続き僕とあと二人だけで十分そうですね。なんていうかちょっと大げさそうですし。そうと決まったら早く行ってみましょう。What?
レッツゴー。ふぅおいえーやっ。あの卵、鶏と比べてちょっと大きすぎませんか？
された財宝を見つけられるんじゃなんて言って偽物の宝の地図を売っているようです。
さに洗脳されたボム兵たちが惑星の至る所でうろうろしています。けれど困ることばかりではありません。スライディングして投げれば敵を攻撃したり障害物を壊すことにも使えるのです。クルサに洗脳されたボム兵たちが